皆さんこんにちは、年中無休の反抗期、峯岸みなみです。はい、今日はですね、皆さんに一つ報告があります。私はずっと、これどっかで言ってたかもしれないんですけど、クレジットカードというものを持っていなくて、ちょっと大きいお買い物するときは銀行行って下ろしてとかやってたんですけど、この度峯岸みなみ27歳にして初めてクレジットカードを作りました。そうなんですよ、しょうもないお知らせなんですけど、カードを作ったらやってみたかったことの一つに Uber Eats をちょっとね、今日はやってみようかなっていうふうに思います。いや、今は時間で言うと夜の10時ぐらいなので、実はこの動画で初めてUber Eats頼みますってやりたかったんですけど、桐谷美玲さん風メイクっていう動画を自分で編集したんですけど、その時に結構 Uber Eats を利用させてもらって、いやこれはまずいなってすごくみんなが言ってる意味が分かりました。編集期間でちょっと太ったんじゃないかなってレベルで Uber Eats の便利さに病みつきになってしまいまして、実はもう何度も何回か利用させていただいてるんですけど、本当はなんか Uber Eats 食べ放題みたいな感じで、もう好きなもの何でもかんでも頼んで食べようって思ってたんですけど、タピオカもチーズハットクもケンタッキーもお肉もスイーツもパンケーキもフレンチトーストもラーメンも何でも食べますってやりたかったんですけど、この時間か。今日は何を頼んだかと言いますと、やっぱね、YouTube といえばちょっと Uber Eats で贅沢をするっていうイメージがあったので、高額なものを豪勢に頼んでしまいました。これ今これ何の時間と言いますと、ピンポンっていうのがありきだと思うんですよね。だからピンポンが来るまでちょっと今喋ってるっていうだけの時間でございます。はい、今日のファッションはじゃん、なんなん、これなんのなんね、カレーのなん。これは私が最近ハマっているアーティストさん、藤井風さんのグッズ。私のファン遍歴を言うと、小学生の時、中学生の時、これは初めて言うかもしれないんですけど、赤西仁さん、カトゥーン、当時カトゥーンの赤西仁さんがすっごい好きで、もう明星を毎月買って切り取ってノートに貼ってみたいなのをやって、そのコンサートとかには行ったことないんですけど、ザ在宅の子供の女の子の青春を送ってましたね。ジンくんめちゃくちゃ好きでしたね。人生で一番好きになった芸能人男性部門だったら、ダントツ赤西仁くんかなって思います。で、次にファンらしいファンになったのがバックナンバーさん。ラジオに、ゲストで来ていただいた時に、あのラジオの中で流していた曲、花束とカップリング曲の半透明人間っていう曲、その曲を聴いてめちゃくちゃ好きになって、自分で CD を買い漁って、またもしそのバックナンバーさんが来た、これですよ。ちょっと行ってきますね。来たー、来ましたー。じゃあ何を頼んだか発表します。ちなみにドアの前に置いてをもらうスタイルなので、どういう方だったかはあんまりわかりませんが、いつもありがとうございます。まず何を頼んだかと言いますと、ちょっと贅沢しちゃいましたね。これはもうコンビニで買いなさいよっていう感じなんですけど、体すくやかちゃ320円。これはね、やっぱちょっとご飯を食べるときには私的に必需品なので、必需品なので。そして見せちゃうよ。うわ、すごいすごい、やばい、見て、じゃーん、極上赤身ステーキ弁当です。これも贅沢しました。自分で作ったらいいのに。目玉焼きをトッピング、すっごい半熟、約4900円。まずい、やりすぎた。ちょっと箸持ってくる、箸、やばいよ。まあ、さっきの話の続きなんですけど、バックナンバーさんのファンになってライブとかも行かせてもらうようになって、ちゃんとなんか、あ、私これファンだなって思うのは、ジンくん、バックナンバーさん以来の藤井風さんなんで、やっぱこの時期ねライブとかも行けませんし、応援の形はねいろいろですけど、
グッズを買うっていうのも大事な応援の一つですからね。はい、それでは初 Uber Eats 動画ということで、合成に極上赤身ステーキ丼いただきます。うわ、あ、美味しい。うん、クオリティ高っ。めちゃくちゃうまい。最近でもすごい悩むこともあって、私はすごい AKB っていう環境に甘えさせてもらってたから、この年になって初めて独り立ちして、でお金も思うようにもし稼げなくて、でもこの美味しいものを食べるっていう感覚とか、欲しいものを買うとか、タクシーに乗っちゃうとか、そういう感覚はそんな簡単にシフトできるのかなと、節約したりもしなきゃいけないんだろうなとか思うと、ほんと5000円の弁当食べながら言うのもあれだけど、考える。まあ卒業発表はしたので、自分にとってのラストシングルの失恋ありがとうっていう曲で、歌番組も一通り出演させていただいて、可愛い服着てみんなと一緒に歌って踊って、それを見てもらえるって環境はめちゃくちゃ嬉しいし、それがなかったら私もっとなんか、なんだ、だらけた生活を送っちゃってたなって思うから、すごくありがたいなと思う反面、やっぱもうやめたんじゃないのっていう風に思ってる、その AKB のファンの方とか、いや峯岸発表したんだから、その枠をね誰か若手にあげたら一人ね嬉しい子が出てくるのに、何卒業するはずのお前がいるんだよっていう声は本当にねよくわかるんですよ。別にそれに対してなんでそんなこと言うのとは思わないし、そうだよなって思ってるんですよ自分の中でも。峯岸を見つけて実家のような安心感って言ってもらえたり、顔見たらホッとするとか、あゆきりんとみーちゃんまだ頑張ってるって、ゆきりん巻き添え、すごい嬉しいですなんだこれ、すごい嬉しいんですよ。で出るからにはやっぱり綺麗でいた方がいいと思うし、あ AKB だまだ頑張ってるんだっていう、少しでもなんか、なんだろうな、目を止めてもらえる引っかかりに少しでも自分がなってたら本当にいいなって思いながら祈りながら、多分卒業発表前よりもすごく元気にアイドル活動ができてるなって、そうしなきゃいけないなっていう風に今思ってます。アイドルってさ、頭の中でいろいろ考えててもさ、与えられた表現の場って本当に歌とダンスの数分間だけですよね。その与えられた2分とか3分で私が言ってよかったなって風に頑張るには、とにかく私はやっぱりゆきりんのメンタル、すごいモチベーションバイブス見習ってるんですけど、誰よりも元気に明るく、アイドルは笑顔と元気を届けるものっていうのをすごくゆきりんから、あの人歌って踊ってるだけでそれが出せるじゃない、だからそれをすごく見習って、今はもう本当誰よりも元気に頑張ろうっていう風にいつもゆきりんと言ってて、そういう風な気持ちで歌番組に出てるので、だからブクブクに太るわけにはいかないので、ちょっと Uber Eats も控えなきゃいけないんですけど、年齢しで調べたら批判的な言葉も多かった時期もすごいあったけど、 YouTube を始めて半年以上、8ヶ月か経って思うことが、印象が変わったっていろいろ書いてあって、ほのぼのした子なんだねとか、バラエティに出てる時マジで言われたことなかったし、自分でもそんなほのぼの系だなって思ってたわけじゃないけど、なんかね友達が喧嘩してるのとか気まずいし、結構ほんと AKB のスイスって言われるぐらい、とにかく中立である人間って、そういう温和な人間みたいなところが自分の中では少しだけあったので、そういう部分が YouTube ですっごい自分の思ってた以上に反響をいただいて、コメントとかを読んでて、でもなんか逆に、あ、YouTube を始めてなかったら本当に私トゲトゲしい子だと思われて、印象変わって好きになったって言ってくれた人たちのその気持ちを変える術もなく
存在していたんだなって思うと怖くなるぐらい、 YouTube 始めてなかったら目に留めてもくれなくてずっと嫌われてたままだったかもしれない人にちょっと好きになってもらえただけでも、本当 YouTube をなんかやってよかったなっていうふうに思います。真剣。 Uber Eats 食べようって思ったのは決めてて、その間に何話すとかも決めてなかったんで取り留めのない話になっちゃったし、相変わらずちょっとネガティブな話になっちゃってるんですけど、何か企画がすごく乗っかってる時にこんな風に話せないからめっちゃ私としてはすごい今デトックスタイム吐き出せてる。私多分本気出せばかなり食べれる方だと思うんですよ。でも大食いってことでチャレンジしたことはないのでちょっとまだ分かんないけど、ポテンシャルが見えないけど大食いとかもやってみたい。結構自分が動画で見てて好きなジャンルなんで、ダラダラ食べてる人を見るのが、それもやりたいし、そうだな。でもダンスも意外と踊れる人なんだって YouTube で知ってくれた人が多いと思うので、意外と踊れて意外と歌えるんだなってところはやっぱ YouTube で見てもらえたら嬉しいし、まあね、今簡単に人にねこんな狭い距離で会えるお時世じゃないけど、なんか人と会って喋るっていうのもこれからも続けていきたいし、何が言いたいかっていうと YouTube これから何したらいいですか自分で考えろって感じだね。ほんと何していいかわかんない。もしよかったらいろいろご意見いただきたいと思います。こんなこんなでちょっと泣きそうになりながらも自分の心情を話していたら、あと一つのお肉を残すところまで来てしまいました。なんか喋りながら食べてたら途中から味わかんなかったな。最後の一口いただきます。思いがけず半年以上経った YouTube 振り返り自分の心情みたいな動画になりましたけれども、ぜひ皆さんこれからも峯岸みなみチャンネルどうぞよろしくお願いします。以上です。ごちそうさまでした。